東京競馬、11レース、デイリーハイクイーンカップ、1600です。能力偏差値ですが、B ランク2頭、C ランク3頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠4番サフィラです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層。 2層前に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。上がり指数が高評価できるのは、2層前は黄色線を11上回っています。3層前は黄色線を8上回っています。4層前は黄色線を11上回っています。能力的にはトップグループの一角で、連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。 指数の青線が右肩上がりで成長中ですさらなる成長による上積みが見込めます距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は 1600m となります指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はオレンジ色の着順が4着で紫の丸が1600 1600は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて 一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います。先行タイプが6頭います。この一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと。 一層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は39で10位です。上がり指数は72で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。 明日も馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠5番、ガビーズシスターです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を21上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、トップグループの一角で、 連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は、紫の丸が1200、過去1年、1200以上の出走履歴がありません。1600への距離延長適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は78で2位です。上がり指数は0で0位です。まずまずの先行力で、後位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠7番、コスモディナーです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。 上がり指数が高評価できるのは、四層前は黄色線を急上回っています。能力的には二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が1600、3層前は紫の丸が1800、1600は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は後ろから、3走前は3番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は48で7位です。上がり指数は63で6位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は16週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠12番、テリオス・サラです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金層では、 三層前に黄色線を上回っています。特に三層前は黄色線を十一上回る優秀な指数をマークしています。上がり指数が高評価できるのは、前層は黄色線を三上回っています。二層前は黄色線を六上回っています。能力的には二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三層前は。 紫の丸が18001800が適距離ですが1走前の紫の丸今回と同距離の1600では低指数となっています1600は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は2番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は52で6位です 上がり指数は63で7位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った4番の対戦成績は、7番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った5番の対戦成績は、 有力馬との直接対対戦がありません評価対象外です暫定黒三角を打った7番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った12番の対戦成績は有力馬との直接対戦は少なく評価対象外です以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは4番サフィラです能力偏差値は トップの B ランクです距離と展開とレース感覚と対戦成績と調子を高評価しました。対抗丸を打ったのは5番ガビーズシスターです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離にリスクはあります。展開を高評価しました。黒三角を打ったのは7番コスモディナーです。能力偏差値は3位の C ランクです。距離と レース間隔を高評価しました白三角を打ったのは13番クイーンズウォークです能力偏差値は5位の C ランクです以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや状況などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただき ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。